おはようございます。11月4日木曜日の東京インフォメーションです。11月は児童虐待防止推進月間です。都は児童虐待の未然防止早期対応に取り組んでいます。昨年度都内の児童相談所が対応した虐待の件数は25,736件で、この10年間でおよそ6倍となり、毎年増加しています。こうした状況を踏まえて、都では児童虐待防止推進月間の11月を中心に、各区市町村関係機関と協力しながら、児童虐待防止の普及啓発活動に取り組んでいます。子どもに手を挙げていけないのは分かってるけど、子供にイライラをぶつけてはいけないことは分かってるけど、子供を愛してるのは分かってるけど、叩かない、怒鳴らない、体罰は罰です。平成31年4月条例を施行しました。分かってるけど分からなくなったらご相談を。東京都。体罰などによらない子育ての方法を分かりやすく伝える啓発動画とハンドブックを作成しています。ハンドブックは都内の児童相談所や子ども家庭支援センターで配布しているほか、東京おせっかい化計画のホームページで公開しています。さらに LINE 相談、子心親心相談@東京では、親からいつも怒られるなど子どもからの相談や、イライラして子どもを叩いてしまいそう、育児が大変、疲れたなど親からの相談を受け付けています。また虐待かもと思った時などには、児童相談所虐待対応ダイヤル1早くに通告相談するよう呼びかけています。その他、推進月間中の11月は都営地下鉄バス全線に車内ポスター広告を掲示、都庁第一本庁舎をオレンジ色にライトアップします。都は今年度の防災ウーマンセミナーを e ラーニングシステムを導入して動画配信しています。防災ウーマンセミナーは、災害時に避難所や職場で起こることを女性の視点から学ぶをテーマに、2017年度から行われているセミナーです。今年度は e ラーニングシステムを導入し、自宅などから視聴可能な動画配信方式で実施しています。第1弾地域生活編では、女性が防災を学ぶことの重要性と我が身の備え、地震に地震を、東京で生きる大学生に送る、多様な視点で避難生活を考えるの3つのテーマについて、来月14日火曜日まで配信しています。受講対象者は都内在住在勤在学の人です。受講を希望する人は来月13日月曜日までに受講申し込みフォームに必要事項を入力してお申し込みください。詳しくは東京都防災ホームページをご覧ください。都は都内のラグビーの普及発展につなげるためのレガシーイベント、東京ラグビーマンス2021を開催します。東京ラグビーマンス2021は、都と東京都ラグビーフットボール協会などが連携して実施されるイベントです。元ラグビー日本代表が講師を務めるラグビー体験会をはじめ、ラグビースクールやラグビー部に通う小中学生による交流試合、ラグビースクールに通う小学生による女子合同練習会、指導者向けクリニック、ラグビーオンラインレッスンなどが行われる予定です。今月14日日曜日は味の素スタジアム AGF フィールド、今月20日土曜日は駒沢オリンピック公園陸上競技場、来月4日土曜日は八王子市上遊戯公園陸上競技場で行われます。時間はいずれも午前9時半から11時半までです。参加対象はラグビー初心者の都内在住在学の小中学生で、募集人数は事前申し込み制の各日90人、応募者多数の場合は抽選になります。当日参加はできません。参加費は無料です。参加を希望する人は東京ラグビーマンス2021のホームページからお申し込みください。ここまで東京インフォメーションでした。